こんにちは、葉月ひまりです。今回はオリーブヤングで購入できるコスメ限定でメイクをしてみました。最後にお得なシークレットクーポンの情報もありますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、寝起きでもう顔パンパンで申し訳ないんですけど、まず最初に化粧水を塗っていきます。使っていくのは T3 シカスージンクトナーです。この化粧水めっちゃ大容量なので、たっぷりつけられていいなと思いました。テクスチャーはサラサラしててお肌にスーッと馴染んでくれるので良かったです。保湿成分と脂性成分で肌を整えるみたいで、オリーブヤング国内オンラインモール販売1位みたいですよ。次に美容液とクリームを塗っていきます。使っていくのは日本限定プロバイオーダームリフティングクリーム 50ml プラスアンプル30プラス 7ml です。桜エディションが数量限定で販売しておりますので、こちらもチェックしてみてください。まず美容液を塗ってから、次にクリームを塗っていきます。これね、3つもセットに入ってるからめっちゃお得やなと思います。オリーブヤング1位の弾力クリームを日本限定で販売する日本専用企画セットみたいです。日本限定商品はオリーブヤング楽天9店でのみ販売されている日本限定セット商品で、脂性ケア敏感肌はパンテノールシカライン、弾力美容液保湿ケアはプロバイオダームラインみたいです。最後にプロバイオダームリフティングコラーゲンスティックを塗っていきます。これ2つの層になってるんですけど、オリーブヤング1位弾力クリーム、プロバイオダームリフティングクリームの弾力ケアの主要成分を含んだクリーム層と、低分子正規成分を濃縮したオイル層で肌の乾燥をケアしてくれます。こちらのスティックは1月に発売された新商品であり、人気が高まっている商品で、バッグの中で持ち運びしやすく、いつでもどこでも手軽に弾力ケアが可能なので、お泊まりの時とかもいいかなと思います。次にファンデーションを使っていきます。使っていくのは T3 トーンアップクッションです。このクッションファンデは T3 グリーカラミン配合で乾燥した肌に潤いを与えてくれます。また水分たっぷりで自然なトーンアップをしてくれるクッションだなと思います。敏感肌の方にもお使いいただけるノンコメドージェニックテストというテストも完了した商品みたいですよ。私も敏感肌なのでぴったりだなと思いました。次にパウダーをはたいていきます。パウダーはロージートーンアップパウダーです。こちらのパウダーは自然に明るくしてくれるロージーピンクのルースパウダーで、軽く溶け込むように密着して透明感のある肌にトーンアップしてくれます。次に眉毛を描いていきます。使っていくのはカラーグラムのアーティストフォーミュラスリムブローペンシルです。こちらのペンシルは一本一本細かく描きやすい形で、ペン先が 2mm のスリムタイプで、より簡単に細かい部分まで表現可能なペンシルだなと思います。細かいからめっちゃ描きやすいし、素肌にもメイクの上にも固まらず自然に表現できるハードフォーミュラだからいいなと思いました。次にシェーディングをしていきます。シェーディングはカラーグラムのマルチキューブパレットの01番を使っていきます。シェーディングはこちらの筆を使っていきます。右上のね、色を筆にとってノージシャドウや顔周りに影を入れていきます。いつも通りね、入れてる場所に影を入れてもらえればなと思います。顔周りにもね、しっかりと影を入れていってください。次にアイメイクに入っていきます。アイシャドウはミックスブラーリングアイパレットを使っていきます。こちらのパレットはレイヤリングシアーマット、シマー、多彩なグリッタータイプまで様々なテクスチャーがあり、シャドウからグラデーションチークまでがこれ一つで完成します。まず最初にアイホール全体に左下の色を塗ります。その後に左下2番目の赤茶を二重幅よりも広めに塗っていきます。
次に右下の色を上まぶたの両サイドと下まぶたに塗っていきます。最後に右上の色を細い筆にとって目尻3分の1に線を描いていきます。もう少し涙袋をぷっくり見せたいのでカラーグラムのオールインワン涙袋メーカーを使っていきます。初心者でも手軽に使える涙袋用オールインワン涙袋メーカーと言われていて、肌が薄くシワの多い目元に優しく密着するクリームで、よりにくく簡単にぼかすこともできます。最後に左上から2番目のラメを上まぶたと下まぶたに入れます。このままチークも一番右の色を使って入れていきます。このチークめっちゃ色が可愛くて、ちょっと毎日メイクに使おうかなと思ってます。次にアイライナーを塗っていきます。アイライナーはカラーグラムのアーティストフォーミュラクリームライナーです。こちらは水と油分に強く、にじみにくく長持ちしてくれ、 2.5mm のスリムペンシルで滑らかなクリーミーテクスチャーで目尻の先まで細かいラインも引いてくれます。こんな感じで目尻持ち上げながらやると描きやすいです。ビューラーでまつげを上げたら、次にマスカラを塗っていきます。マスカラはハイテンションロング&カールマスカラ 1+1 企画セットです。こちらのマスカラはダマにならないつけ心地で、まつげにフィットし、まるで自分のまつげのように自然で綺麗なロングラッシュ効果を演出してくれて、めっちゃ綺麗にまつげを伸ばしてくれます。にじみにくくて長時間綺麗な目元をキープしてくれて、よりにくくにじみにくい作りになっているみたいです。ブラシがね、少し細めなので、こんな感じで下まつげも塗りやすかったなっていう印象です。最後にリップを塗っていきます。リップはウォーターブラーディングフィキシングティントの04番です。このリップ塗った時はうるうるでウォータリーなタッチなんですけど、最後サラサラしたベッドフィニッシュで密着してくれます。唇の上に軽くカラーが密着してくれて、にじむことなく唇に潤いを与える一重保湿成分配合なので、塗りやすいしめちゃくちゃ可愛いです。はい、ということでメイクが完成しました。どうですか？結構いい感じにできたかな。今回はね、オリーブヤングで購入できるコスメでメイクをしてみたんですけど、その中でね、お気に入りを3つ順位ごとにご紹介できればなと思います。まずね、第3位はこちらです。この T3 のシカスージングトナーです。この一番最初に使ったやつ、これね、めっちゃ大容量やし、本当にお肌にスッて馴染んでくれる感じがして、保湿もね、ちゃんとしてくれるのですごいお気に入りで、やっぱこういう化粧水とかはいっぱいつけた方がいいので、こういう大容量でね、入ってるのはすごいいいなと思いました。第2位はこちらのリップです。このリップさ、本当にすごくて、つけた時は結構うるうる系のリップなのかなと思ったんですけど、吸い込まれるような感じのテクスチャーというか、ご飯食べた時とか、あとマスクとかにもつきにくいんじゃないかなと思って、すっごい密着してます。リップ塗ってる感が全然なくて、ピタッと唇に吸い付いてる感じ、ちょっと今までのリップとはまた違う感じでした。めちゃくちゃいい。これでやっぱり1位はこのミックスブラーリングアイパレットです。これめっちゃ可愛かった。このアイメイクとチークに今回使ったんですけど、アイシャドウからチークまでこれ一つでできるのってめっちゃいいですよね。これはすっごいおすすめ。
そして最初にお話ししたバイオヒールボープロバイオダーム2本セットも、うん、桜エディション限定版が出ましたのでぜひチェックしてみてください。で、最初にお伝えした通り3月楽天オリーブヤングショップスーパーセールをしてて最大ね 70% 割引があります。オリーブヤングは楽天以外にも9店にオリーブヤングの公式ショップがあります。で、今回ねこの動画を視聴してくださった方限定で楽天限定のねシークレットクーポン1500円割引があります。クーポンはね概要欄からゲットできます。ただね数量限定なので急いでご利用ください。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。少しでもこの動画が参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。